辰巳明の雑演歌。思い出の隣にいつも歌がある。不滅の演歌がそこにある。今週も最後までお付き合いください。まずは辰巳明さんの歌声から。酒とさんまと秋の月。焼いたサンマに大根おろし、どこか似てるぜ男の生き様に。旬のうまさとほろ苦さ、酒とサンマと秋の月。線路に続く北の駅、あの日の夢に戻れたら、心の汽笛が泣いている。心の汽笛が呼んで、今さら思う。熱い目頭煙のせいと、酔ったふりして不器用なバカを言う。さんざ重ねた親不孝、酒とサンマと秋の月。見送る列車に頑張れと、無口な親父窓の雪、心の汽笛が泣いている。心の汽笛が呼んでいる。酒とサンマと秋の月、戻れるところないけれど、小骨の痛みわかる年、心の汽笛が泣いている。心の汽笛が越えて昼暮れ。
弱音吐いてもままならぬ瀬名の菩薩も泣いて安田みどりさんに菩薩峠の白い花を歌っていただきました。ありがとうございました。ありがとうございました。いや今日は素敵な、ね、ドレスが。ありがとうございます。だんだん大きくなってくる、ね、いいですねピンクの色ね。みどりちゃんは目標とする歌手っていらっしゃるんですか？はい。誰？水森かおりさん。あ、水森かおりさんか。はい。あ、そういう感じじゃないですか今日は。本当ですか？嬉しいです。ね、水森さんも素敵なドレスですよね。そうなんです。すごく素敵なドレスですよね。いいですよ ね。実際に会ったこととかは？はあります。ある？はい、うん、あどこで？神戸北イオンモールで。あ、喋ったことないでしょ？ないです。それコンサートか何か？はい、コンサートでしたね。ミニコンサートみたいな感じ。どうでした？実際に歌聞いてみて。やっぱり素敵でした。ねえ、はい、やっぱりそういう勉強にもなるでしょ？なりますね。ね、はい、やっぱりどんどんといろんな人の歌をね聞いて、はい、まあ、僕自身もそうですけどね、はい、やっぱりすごくね勉強になると思いますからね、はい、まあ、これから頑張ってね、はい、どんどんやってくださいね。はい、わかりました。ありがとうございます。ところで、みどりちゃんは、はい、例えばデュエットソングっていうのは好きですか？好きです。あ、好きですか？はい。あ、よかった。でも普段、はい、そんなデュエットする機会ってありますか？少ないですよ。ないよね。ね、ないです。まあ、キャンペーンとか皆さんね、はい、歌手の人行くと、うん、よくデュエット。昔は僕もね、はい、お客様とデュエット。最近はね、そういうのあんまりやらなくなったの、ステージではね、うん、はい。前はやったよ。あ、そうなんですね。そうそう。僕結構ね、すごく評判良かった。デュエット、うん、デュエットね、はい、女性とするじゃないですか。はい、そうするとね、はい、一緒に来てる男性がね、はい、怒っちゃってね、すごいあっちで喧嘩してるんだよ。僕のせいじゃないよね、うん、と思う。そういう感じだから、うん、あ、そうそう。じゃあ今日は一曲、はい、ここで歌いたいと思いますんで、はい、お願いします。じゃあよろしくお願いします。抱きすくめる
誰に手をやれば赤い毛出し風に舞う憎い恋しや届かぬ想いの糸が夢に絡んで涙は絞る美空ひばりさんの名曲はやっぱり時代を超えても歌い継がれていきますよね。はい、光月さんは、はい、憧れの歌手の方はどなたですか？はい、私玉置浩二さんが大好きなんです。玉置浩二さん、はい、素晴らしい方ですよね。はい、玉置さんのどんなところが好きですか？そうですね、玉置さんが作られる曲はスローな曲もハイテンポな曲も、もうどの曲聴いても心にじんじん響いてきます。はい、そうですね。はい、例えばどんな曲が好きですかね？そうですね、どの曲も好きなんですが、特に、はい、そうですね、メロディーっていう曲があるんですが、もう何回聴いてもなんか涙が出てきちゃいます。はい、素晴らしい曲ですもんね。はい、本当にいい曲です、あの曲は。はい、光月さんも近々 CD が発売されるということで。はい、そうなんです。はい、ご視聴者の皆様どうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。はい、それでは歌っていただきましょう。光月みやこさん、京都しぐれ坂。Thank you.
今週も北川由紀子さんと一緒にお届けします。北川さん、はい、憧れの歌手の方はどんな方ですか？はい、大月みやこさんです。もう大御所でもう頑張っていい歌をどしどし出されるので、私も人生頑張っていきたいなと思っています。そうですね、ありがとうございます。はいはい、さあ今週も皆様にプレゼントがあります。はがきに住所、氏名、連絡先と今週のキーワードを書いて、こちらの宛先までご応募ください。毎週1名様に井戸田養蜂園はちみつランドの百花蜜 2400g をプレゼントいたします。北川さん、はい、今週のキーワードお願いします。はい、
今週のキーワードは憧れです。皆さんどんなことに憧れてみますかね。どしどしご応募くださいませ。最後は昭和62年に発売され、カラオケでも長く歌い継がれている石原裕次郎さんの北の旅人です。愛のぞみさんが踊りで花を添えてくださいます。辰巳明さんの歌声を聞きながらお別れです。最後まで番組をご覧いただきありがとうございました。ありがとうございました。Oh,